じゃあ今回ちょっと短いんですけど、ちょっと意外に使い覚えておいた方がいい地味な作業というのをちょっと説明したいと思います。例えばこれを段差でオフセットかけて見たいという場合があります。その場合は実はここのオフセットっていうのがありますので、ここのオフセットにチェックを入れて Y 軸のオフセットを取ればいいということですね。こうやってやると段差がついて見えます。よくあの論文などでこういくつか段差をつけて表示されているとかありますけども、こうやってやってあります。あと他にも、組マクロっていう有名なマクロがあるんですけども、そのマクロは実はオフセットの数値をどれだけ取るかっていうのをボタン1個押すと、こう表示されているこのグラフが全部バババって自動的にですね、あのオフセットかけてくれるんですね。そういうのもありますね。そういうマクロを実は手に入れて書いた方がはるかに時間は楽になります。こういちいちこんなのでオフセットをつけてるというのはね、あの非常に時間の無駄ですから。あとちょっと図が見づらくなって直したいという時に非常に面倒です。なのでそうやってボタン一つで数値を入れてボタン一つで変わられるのを前のパネルマクロで作ってもらったりとか、そうですね、プロシージャーウィンドウっていうイゴールマクロで作ってもらったりとか、もうすでにあるものを使ってもらって自動的にオフセットを取ってもらうというのをぜひともあのやれるようにできるように研究室としてあの仕組みを作ってもらった方がいいと思います。でここに見ると分かるんですけど、エラーバーっていうのもあります。でエラーバーもつけられますから、ここでできたものにエラーバーをつけてどういうふうなのかっていうのを見たりするのもいいですね。いろんな図をプロットできますので、そういうふうにしていただければと思います。あと他にもちょっと 言っておくことがあるんですけども、ただこのデータでは離散データではないですからね。例えば他の離散データを使うときにまた説明しようと思います。